ヤんタたカです。去年ですけれども、前私こちらの中国イケメン俳優のスっピン動画出してたことあるんですけれども、今日はその第2弾になります。えもし前の動画も見たい人やったら、ぜひぜひね、リンクは概要欄の方に貼ってあります。で、前回こちらの動画のコメント欄では、林怡や人家仁、 公俊とかあと鄧仁のすっぴんも見たいっていうコメントがあったんで今日はもちろんこの4人のすっぴんもありますそしてプラス他の10人の別のイケメン俳優のすっぴんもありますね、えー、じゃあ早速今日の本題に参りましょうまずディンウィシー彼は最近最近私「ヨンイエンシンハ」見ててえなんかディいウかっこよくなってるねって <laughs> ちょっと思っちゃってんのよ実はね 昔から私はね彼多分イケメンじゃないかなってずっと思ってるんですよでも今回このドラマ見ててあちゃんとイケメンだよねって思うようになってますはい、えー、じゃあ今からね彼のすっぴんを一緒に見てみましょうこんな感じですねこの彼のかっこよくなってるねっていう感想に関して実はね親戚も私に言ったんですね最近の小丁なんか便帅了 整形でもしたのかなって親戚が言ったんですよ。中学ではね、一部の人はティンウィ氏のことをシャオティンと呼んでますね。昔の彼の一個のインタビューを見たこともあるんですね。彼は、えー、出かけるときできるだけメイクしないんですよ。それはメイク落としがめんどくさいから、普段出かけるときあんまりメイクしないって言ったんですね。でもね、彼の場合、なんかメイクアップした後、すっぴんもそんなに変わんないんじゃないかな。 っっっっててちちょっと思っちゃってますねみんなどう思いますかはいそして続いて2人目に参りましょう2人目はコンジュインですねシャンフレリンというドラマで大ブレイクしたんですね普段のコンジュインはこんな顔してるんですね私、えー、彼のすっぴんを探してた時もうえぐい映像見つかったんですねそれは彼自身が撮った Vlog なんですけれどもまず朝起きてそんで顔洗って ひげ剃りをしたんですね。いや、みんなこちらを見てみてくださいよ。彼のまつぎ、えぐくないですかしかもこの顔、パック貼られた状態でもう何も変わないですね。これがすっぴん。ありえない。考えられない。<laughs> なんでなんだよ。これが彼のすっぴんですね。考えられない。これがすっぴん 行かれてる続いて次の方に参りましょう次は陳伟廷ですね、えー、彼も中国では大人気な、えー、超有名な俳優さんですね彼の一部の作品はこんな感じです私昔からずっと彼がかっこいいって思ってるんですねそして多分今年は三十九歳になっていて依然としてかっこいいんですよしかもね 年を取ることにつれてさらに <laughs> 味が出てきてると思います、まあ。かなり前から味が出てきてるんですけどじゃあ今から彼のすっぴんを一緒に見てみましょう。こんな感じですね。超イケメンですねあそしてなんか今年彼とチャウルスは新しいドラマの撮影もしたんですね。いつ放送できるか分かんないですけれども現代の物語ですね。 続いて4人目、鄧仁。はい、中国では有名な俳優なんやねんけど、前はね、脱税の問題で今芸能界から干されてる状態ですね。多分生涯復帰できないと思いますね。非常に残念なんです。私、鄧仁のこと結構好きなんですよ。その顔も結構好き。残念。しかも性格もいいんですね。うん。まあ、えー、じゃあ彼のすっぴんを一緒に見てみましょう。 これはね、前彼がバラエティに参加してた時、子供が彼の顔を洗った時の映像なんですね。これはね、ほんまに何も変わらないですね。超イケメンですよね。こうやっておとなしく子供に自分の顔を洗ってあげてるのは可愛いなーってちょっと思っちゃいます。続いて5人目、ジャン・ワン・はい。彼はチャンスに出演した俳優さんですね。近年中国での知名度も、えー、だんだん上がってきてますね。 じゃあ、今から彼のすっぴんを見ましょう。彼のすっぴんはこんな感じですね。実はね、ジャンワンイーっていう名前、めちゃくちゃ響きがいいんですよ。響きがいいっていうか、ワンイーはめちゃくちゃ死古代の死のようなうカルチャーを感じてるっていうか、まあ、超いい名前なんですよ。今のがジャンワンイーのすっぴんですね。みんなはどう思いますか 彼のすっぴん、マジで超すっぴんですね。なんかフィルターも一切かけてないような気がしますけど。はい。まあ、じゃあ続いて次の方。6人目、林ン・グンンに参りましょう。林ン・グンンは中国では大人気な超有名な俳優さんですね。そして今年、マジで彼にとって収穫の1年だと思います。まず彼のすっぴんはこんな感じですね。 そして、なぜ今年は彼にとって収穫の一年って言ったら、それはですね、今年彼が出演した、チャリーンとのユ・フォンシン、あと、リョイ・フェイとのドラマ、メイ,イ故事・的イ・ド・グーこの二つのドラマ、超人気だったんですね。えー、これは一個の収穫で、そしてもう一個の収穫がですね、彼今年、博士課程のその試験に受かったんですね。今年から博士課程を受けてますよ。 だから超収穫した1年だと私は思います続いて7人目曾順ですね彼は中国では人気俳優ですね彼が出演した蓮花狼っていうドラマみんな見たことあるんでしょうかね彼もね本当に年々かっこよくなってきてるんですよ前ね、えー、彼が出演したそのドラマその時ね 実はね、私はその時の彼もうかっこよかったんですけれども、ちょっとだけかっこよかったって思っちゃってるのね。でも、最近、わ、彼めっちゃかっこよくなってるって思いますね。今はその時よりずっとかっこよくなってる。<laughs> 個人的な感想ですね。まあじゃあ今から彼のすっぴんを見ましょう。彼のすっぴんはこんな感じですね。中国ではね、一部の人は彼のこと大炎在と呼んでますね。<laughs> 目がめっちゃでかいから。 大えそして続いて8人目劉宇ですね。彼は中国ではえ有名な人気俳優ですね。彼とチャウルス最近のドラマ「初蓮玉夢」も放送中ですね。じゃあ今から彼のすっぴんを見ましょう。こんな感じですね。彼の身長超高いんですね。公式だと 高いんですね。超高いんです。じゃあ続いて9人目に参りましょう。9人目は、黄ワ瑜になります。黄ワ瑜も中国では人気俳優ですね。昔いろんな作品に出演したんですよ。で、彼に関して、昔彼は取材の時も言ったんですね。普段ドラマ出演の時の時もね、ほとんどメイクしないんですよ。もし時代劇の中なら、 メイクしないといけないんですね。だから彼はね、できるだけ時代劇撮らないようにしてますよ。現代の物語の方が多いんですね。で、その時、ほとんどメイクしないって言ったんですよ。だから普段、ドラマの中の彼は、ほぼすっぴんの彼なんですよ。超かっこいい。画体もいいし、スタイルもめちゃくちゃいいんですね。しかもね、ちゃんと性格も男前で、 めちゃいい。<laughs> 超イケメン <laughs>。まあ、だからね、彼に関して、ドラマの中の彼も、現代のね、現代のストーリーの中、ほとんどの彼はすっぴんなんです。<laughs> 続いて、10名に参りましょう。10人目は、リン・イーですね。えー、人気俳優ですね。超イケメンやし、彼も身長超高いんですね。187センチなんです。 普段のリーもね、超かっこいいし、こんな感じですね。超イケメンですよね。そして今から彼のすっぴんを見ましょう。こんな感じなんですね。ここだけの話、リーンイのファンがいたら本当に先にね、申し訳ない。ごめんなさいって言いますね。で、今からちょっとね、これアンチコメントになるのかな わかんない <laughs> まあでもねほんまに私ね昔リニーのドラマ一度も見たことないんですね昔はただただ彼のショート動画とか写真だけ見てたんですねショート動画や写真だけ見てた時いやリニー超イケメンなんでこんなにイケメンなんだよってずっと思ってたんですねで去年彼のドラマ人生初めて彼のドラマを見たんですねでその時えなんか ちょっと長く見てたら、そんなにイケメンでもないかもしれないんです。もちろんイケメン。絶対イケメンですけど、でもね、初見の時、初めて彼の動画や写真を見た時、なんかびっくりするほどのイケメンではないなってちょっと感じちゃったんですよ。個人的な感想ですね。それは、うんま、中国ではね、こういう単語あります。ないかんっていう単語。ないかんは、 今から説明しますね2つのパターンがあります。もともと美人やイケメンで,で長くずっと一緒にいてても見ててずっとイケメンずっと美人っていうのはない感ですね。こう長く見ててもその顔を見ててもずっと綺麗ずっと美しいのはない感。でこれが1つのパターンですね。でもう1つのパターンはその人をパッ、まあ、と見一見えイケメンでもないな。美女でもないな。 って思ってて、でも長く一緒にいたら、え、イケメンかも、美女かもって思うようになってるのは、これもない感ですね。要は、ない感はえ、長くずっと一緒にいて、その顔を見て、いいかっこいいとか綺麗って思ってるのはない感ですね。で、その反対、ぶない感っていう単語もあるんですけれども、ぶない感は一つのパターンしかないんですね。ぶない感は、 まず初めて見た時超イケメン綺麗って思っててでも長く一緒にいたらえ別にそんなに <laughs> かっこよくないなそんなに綺麗でもないな普通かもしれない <laughs> って思うようになったのは不ない感ですそういう人は不な内感ですで <laughs> 私の中だと理由は多分無内感かもしれないこれはただ私個人の 考えですすねね私よくてたなめを言います、ね、ごめん <laughs> でもねこうそのドラマ見終わってからまたねそんなこう彼のショート動画や、えー、写真を見てたらやっぱりイケメンだねんって思ってだからしばらく彼を見ないようにしててこうまた彼を見たらあちゃんとイケメン <laughs> ちゃんとかっこいい <laughs> って思っちゃってんの。 これはね、まさに分内感ですよ。<laughs> ごめんねんごめんねんこれはただ私個人の感想ですね。はい。別にディスってるわけではないんですね多分。続いて12目に参りましょう。12目はジンボランです。彼もね中国では超有名な超人気な俳優さんですね。普段の彼はこんな感じです。そしてこれは彼のすっぴんなんですね。 はい。彼のすっぴんみんなと思いますかいや、すっぴんでもね、めっちゃかっこいいと思いますね。彼ね、外見はこんなにイケメンで、プラスちゃんと実力派なんですよ。しかもね、彼のファッションセンスもめちゃくちゃいいんですね。超オシャレなんです。今、彼のガールフレンドは、リョウウンっていうスーパーモデル。国際的で、まあ、有名のえモデルさんなんですね。こんなおしゃれな彼、 と、スーパーモデルの彼女さん。<laughs> 超お似合いカップルじゃないかなって私は思います。え続いて12人目に参りましょう。えジャン・ビン・ビンです。彼も中国では有名俳優ですね。かっこいいし性格もいいんですね。はい。今のは普段のチャン・ビン・ビンですね。今から彼のすっぴんを一緒に見てみましょう。彼のすっぴんはこんな感じですね。みんなはどう思いますか でもね最近彼が主演してるドラマそんなに多くないんですねやっぱり彼のドラマ私一番印象に残ってるのはのだと思いますね続いて次の方13人目レンジャルン彼も中国では有名な人気俳優さんですね普段の彼はこんな感じなんですねそして今から彼のすっぴんを見ましょうすっぴんはこんな感じですねなんか前 どっかのバラエティに参加してた時なんかずーっとすっぴんだったんですねこちらは彼のすっぴんですねみんなはね彼のすっぴんどう思いますかいやでも彼はねマジでうん多分めっちゃ苦労もしたし運も良かったと思いますねそれは彼も結構前から結婚されてたんですねで結婚してて今息子さん一人いるんですよそれでも超人気なんですね これマジでレアパターンだと思いますね。まあそれだけ絶対苦労もしたし、でも運も絶対ありますよ。結婚されてた、こう、しかもね、若干、全部ではないね。今もう彼も実力派ですね。若干他のファンのたちは彼の顔が好きなファンもたくさんいるんですね。こんな俳優で結婚されてるんですね。で、ここまで人気になってる。 これね絶対運もあると思いますけど、まあ、もちろん、ね、その実力は否定しないんですねでも絶対運はいいと思いますこれはね個人的な考えですね <laughs> またでたらめを言ってるごめんなさい <laughs> そして最後の方に参りましょう最後は習慎氏ですね彼もね有名俳優ですね普段の彼はこんな感じです今年ね芸能界引退からの復帰 は、結構いろんなことがありました。年ですね。彼にとっては、じゃあ今から彼のすっぴんを見ましょう。彼のすっぴんはこんな感じですね。みんなどう思いますか？でも正直彼多分、今年よ40代になってるのかな。まだまあ、アラフォー。とりあえずアラフォーですね。アラフォーでこんな顔は確かに <laughs> すごいんですね。はい、今日はね。みんなに14人のイケメン俳優のすっぴんを暴露しました。 みんなはこの14人のすっぴんと思いますか今日の動画はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回でね、バイバイ。えもしこの動画いいと思ってくれてるやったら、ぜひぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバイ。